荒川は山梨県の主に甲府市を流れる藤川水系の一級河川である。甲府市北部の関東山地、国志岳を源流とし、ほぼ南側へ流れている。上流側は小泉境を中心とした継承地のほか、金桜神社などの神社や寺院が点在している。甲府盆地内に入ると南西側へ向きを変え一時的に海市へ流れるが、すぐに、 南東側へ向きを変え、甲府市と甲府市の市境をたどる形で流れる。山梨県道6号甲府にら先線と交差したところで、甲府市と別れ、荒川橋手前で、相川と合流する。その後は南下し、新平和通り、さらさら平和通りと並行する形で流れ、中央自動車道及び新山梨環状道路を越えた辺りで笛吹川と合流する。 文化11年に成立した、海国の総合知事である、海の国史古跡部第七によれば、荒川の河原の由来について、河のこと波なりそれの水防流、するよりきり使命、なるべしと記している。また、海の国史では、不木和歌賞などを引用して、三豚ネラ平安時代の和歌には、海の国の歌枕として、忘れ川を読んだ歌を紹介している。ところが、 海において、忘れ川と呼ばれる川は存在しないため、忘れ川が指す河川については、諸説ある。この問題について、法永三年のお牛空井、海中気候では、忘れ川は、荒川を指し、忘れは、河野草書が似ている点を指摘した。また、安政七年の鏡園、清紅葉随筆では五直市側に否定されるとした。これに対し、海の国史では、空井説、 鏡園清施設を知りけ、地元では川の名を口にしているので奏書が似ていても川の名を変えることはありえないと指摘し、忘れ川の否定については現在では河川の枯渇や流路変更により不明であるとしている。飼野主島上条に鎮座する八幡神社境内の飯田川原菓子船区用伊田尾荒川流域の甲府市、飯田、池田、千塚、飼い主島上条一帯は、 リ田河原と称された。大大記によれば、大英元年2月には、駿河国の今川市の武将、福島正主が海へ侵攻する福島乱入事件が発生する。高城佐旗によれば、寸州王冠から北上した福島勢は3月16日に、南アルプス市戸田の富田城を攻略し、海の市隆寺に布陣すると、荒川を挟んで、回収後、 武田信虎勢と対峙するが、10月16日に、飯田河原の戦いにおいて敗退する。信虎はさらに11月23日に、甲斐の市島上城一帯の上城河原の戦いで、福島勢を撃退し、甲斐から駆逐した。江戸時代には、甲斐の国の名産として、鮎が知られ、法歴2年の、恨み寒話や甲斐3年の甲斐の手ぶりでは、笛吹川、 鎌梨川と共に、荒川の鮎が名産として記されている。江戸後期の貝の名所ことぶき古録では、貝の名所、産物のとして、忘れ川舟が記され、忘れ川における鵜飼の様子が描かれている。貝の国における鵜飼は、笛吹川における伊沢鵜飼や幕末期の制作と考えられている、杭州道中図屏風における、桂川の鵜飼が知られる。 伊沢うかいや桂川のうかいは、漁師が直接川へ入りうかいを行う、徒歩うかいと呼ばれる類例の少ない事例であるのに対し、海の名所ことぶき古くには、忘れ川のうかいが描かれ、日本各地のうかいに、一般的な漁師が船へ乗り込みうかいを行う、船うかいとして描かれている。日本三大急流の一つである、藤川水系の荒川も、例外ではなく、大雨で増水すると、 よく水害をもたらした。特に、甲府市中心部を流れることからその被害は甚大で、1959年に、襲来した伊勢湾台風では、甲府市街地に多大な被害をもたらしている。一方で稼働が市街地中心部を流れている関係で、川幅拡幅が困難であったことから、上流部に治水ダムを建設する方針を取り、1986年に荒川ダムが完成した。 また2008年より、洪水予報の実施河川に指定されている。山梨県の地名、P288 石川、P5 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 石川、P5。石川、p 5山梨県の地名、P340。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 甲府城下町遺跡。 P83 水の国山梨震源低都会の人々 P125 富士川水系荒川洪水予報岩見良太郎道路改作山梨県市通信変後金現第1 P57 ありがとうございます